11月の第3回プレミア12に臨む侍ジャパンに追加招集される日本ハム清宮幸太郎選手がプロ初の国際舞台に向けた意気込みを語った。プロ2年目の19年3月に強化試合メキシコ戦メンバーに抜擢されていたが、直後に右手有効骨骨折を負い辞退しており、プロでは初めて日の丸を背負う。28日の宮崎キャンプ合流に向け、本当になんか巡り巡ってきたというか、国を背負って戦うことに変わりはない。高校の時と計り知れないものはある。自分のやれることをやれたらと語った。これにネット上では、日本代表に選ばれるだけの選手に今年1年で急成長した。その片鱗を、そういう姿を新庄監督やファンに見せてきたってことだよね。代打の選手って思う必要は全くなく、選ばれたことに胸張って国際大会頑張ってほしいなと思う。井端監督も清宮を代表にふさわしい選手の一人だと思ったからこそ選んだわけだしね。メジャーに憧れのある清宮だから、世界と戦えるのは嬉しいだろうね。自分の打ち方を分かった今の清宮は、いろんな経験がすべて身になっていく。来年、再来年と30発、90打点くらいを残して、30歳前にメジャー挑戦してほしい。今回は文句のない選出だと思うし、なぜ最初から選ばなかったのかと思うくらいだ。村上と岡本の2人の大砲が不出場ということで、長打力不足が心配されるが、今の清宮なら彼らと遜色ない活躍が期待できると思う。